はい。皆さん、こんにちは。いついこです。それでは今回なんですけども、D 払いセブンイレブンで最大30%還元キャンペーン、LINE ポイントキャンペーンと組み合わせれば、LINE ペイのランクアップも簡単にということで、今回はまたもや D 払いに関するキャンペーン情報ですね。この動画では、キャンペーンの解説と合わせてさらにですね、お得に取り組む方法についてお伝えしますので、ぜひ最後まで楽しんでいただければと思います。それでは、行ってみましょう。 ということで、今回紹介をさせていただくキャンペーンがこちら、セブンイレブン限定最大プラス30%還元キャンペーンということですね。まあ、ここ最近 D 払いは本当コンビニに関するキャンペーンがちょっと多めで嬉しいですよね。で、こちらのキャンペーンなんですけども、まあ、安定のエントリーが必須となってますんで、先にぜひですね、もうエントリーを行っておいてください。 で次に還元率なんですけども、今回2つに分かれております。まず上のところですね。初めて D 払いアプリのご利用で30%還元。そしてこれまで D 払いアプリをご利用されたことがある方が10%の D ポイント還元ということになっております。まあ、ここの視聴者さんはほとんどが、まあ、10%還元だとは思うんですけども、初めて取り込まれる方からすると結構お得なキャンペーンかなとは思います。 で、エントリー期間とキャンペーン期間、それぞれ分かれております。エントリー期間は2020年の11月16日月曜日から11月30日の月曜日までとなっております。 そして、キャンペーンの期間に関しては、2020年の11月17日火曜日、明日ですね。この動画を上げている次の日からになってます。から、11月30日の月曜日までとなっておりますので、まぁ11月いっぱいはね、セブンイレブン行くときは D 払い決済がかなりお得ということになります。で、次に、エントリー条件ということで、こちらそのまま公式から引っ張ってきました。結構わかりやすいです。 まず条件1、本キャンペーンのページからエントリーが必須ですということですので、先ほどもお伝えしたように必ずエントリーを行ってください。まあ、ここまでお伝えする理由っていうのは結構忘れてしまったという方がたまにいらっしゃるので、もう先に行っておいてください。 で、次に条件2として、1回の D 払い、コード決済で税込み700円以上のお支払いをされた方が対象ですということですので、まあ、若干ね、まあ、この条件は、ま、ちょっと高い、僕からしたらちょっと高いなというふうにはあるんですけども、まあ、お昼ご飯とかね、よくそういった時にセブンレベル利用される方は、税込み700円以上って意外とサクッといくのかなというふうにも思います。 で、次に条件3。支払い方法を、電話料金合算払い、D カードでのお支払い、口座払いに設定された方が対象ですということですね。で、米印でもちゃんと書いてるんですけども、D カード以外のクレジットカード、もしくは D カードプリペイドの注文文分、そして D 払いの ID 購入分、そして D ポイント利用分は対象外となりますということですね。まあ、なので D 払いだと僕の場合は、もうよくお伝えしてるビザ、l i n e イ,イクレジットカードを紐付けて使うことが多いんですけども、 それが対象外ということですので、まあ僕自身は今回は口座払いで普通に利用しようかなというふうに思っております。まあたまにコメントいただくときもあるんですけども、あのセブン銀行 ATM からチャージして、そし、そこからまだ使うっていう方法でも全然ありですので、まあそういった方法もぜひ試してみてください。そして条件4、期間中の還元ポイント、進定上限は1000ポイントですということですね。 ま、なので、僕の方でちょっと簡単に計算してみまして、初めて D 払いを利用される方であれば30%、そしてこれまで D 払いを利用されている方であれば10%ということですので、初めて D 払いを利用された方であれば30%還元となるので、3334円を使ったら上限の1000ポイントに到達します。 そして、僕もここに含まれるんですけども、これまで D 払いを利用されたことがある方10%還元なので、1万円分をセブンイレブンで D 払いで決済したら、1000円分の、まあ、1000ポイント分の上限に到達するということになります。まあ、ちょっとね、まあ、これまで利用された方からすると、1万円って意外と大きいと思うので、そんなに無理して使わなくてもいいと思います。 で、残りの細かいところなんですけども、サクッとお伝えします。上からですね。まあ、対象店舗は全国のセブンイレブンの店舗ということになります。で、付与されるポイントなんですけども、D ポイントの期間用途限定のタイプが付与されます。で、封じ期に関しては、2021年の1月末以降順次付与されるということですので、安定の忘れた頃に付与されます。そして、有効期限に関しては、新定日から約3ヶ月ということですので、まあ、付与されたらね、これもちょくちょく言ってるんですけども、期間用途限定であれば、また新たに D 払いで ポインントを利用すするののもありだと思いますししローソンのお試し会見で、利用すするのも全然ありだと思いますでここからなんですけども、まあ、1回に税込み700円以上が今回条件となるんですが、まあ、どういったものを購入すればいいのかということで、今回2つ例を挙げさせていただきたいと思います。まず1つ目なんですけども、今現在セブンイレブンで開催中のキャンペーンがありまして、今出てる通りですね、セブンイレブン限定、LINE で応募。 ポポイント50ポインンンンントトト50プレゼントキャンペーンということですね、まあ、これちょくちょくね、このキャンペーン見かけることが多いかと思いますいわゆるその対象の商品をいずれか1つ買うと必ずこのポイントがもらえるとこの50ポイントがもらえるというキャンペーンです結構お得なんですよねで実施の期間なんですけどもすでに開催されていまして11月の9日月曜日から11月22日の日曜日までとなっております で、ポイントの控え期限なんですけども、11月の29日日曜日の23時59分まで載ってますので、ここはちょっと間違えないようにしたいところですね。で、気になる対象商品なんですけども、基本的には午後の紅茶のシリーズが対象となります。午後の紅茶美味しい無糖、そして美味しい無糖レモン。で、あとはザ・マイスターズ・ミルクティーとザ・マイスターズ・オレンジティーという、この4種類を購入したラインポイントが50ポイントもらえます。 で、このキャンペーンの参加方法めちゃくちゃ簡単なんですけども、まず最初に対象の商品をセブンイレブンで購入すると。で、購入するときに D 払いで決済してください。で、次にシリアルナンバー付きのレシートっていうのが、レシートの結構下の方に出てくるんですよね。で、そこに QR コードがあるので、そこにアクセスをします。スマホを使ってですね。で、その後に LINE で専用の画面が立ち上がるので、その時にレシートに記載されている16桁のシリアル番号を、 スマホ側で入力をすれば、それで LINE ポイント50ポイントがもらえるということになります。めちゃくちゃ作業としたら簡単ですよね。で、こちらのこの LINE ポイント50ポイントがもらえるキャンペーンなんですけども、全然ね、普通に LINE ポイントもらえるだけでも全然お得なんですけども、まあもうすでにね、もうタイトルにもあった通り、LINE のポイントクラブのランク上げにはめちゃくちゃこれちょうどいいんですよね。なので、まあ普段から l i n e p e を利用されている方であれば、これに参加するのも結構ありかなと思います。 ま、このラインポイントクラブなんですけども、4つランクがあって、レギュラー、シルバー、ゴールド、プラチナということで、過去6ヶ月間のポイント獲得量によって変動します。まあ、過去6ヶ月間の間に、100ポイント獲得であればシルバー、500ポイント獲得であればゴールド、そして、 プラチナであれば5000ポイント獲得したらプラチナになれるんですけども、プラチナになる場合はビザの隠蔽、クレジットカードというのが必要となるんですけども、このシルバーとゴールドに関しては誰でもなれますので、今回のキャンペーンと組み合わせれば結構まあお得というよりかは楽っちゃ楽なんですよね、ランク上げが。 ま、例えばで言うと、今回50ポイントがもらえるので、シルバーランクになりたいなって方であれば、2本もう購入すれば OK です。で、ゴールドであれば、10本購入すれば OK です。そして、プラチュアになりたいということであれば、ビザラインペやクレジットカードを持って、プラス100本購入すればね <laughs>、とりあえずこれで翌月にはランクアップが可能ということになります。まあ、僕もね、以前動画でも上げたことあるんですけども、この方法を使えば誰でもラインペのランク上げができるんで、ぜひトライしてみてください。 ちなみにですね、ランク上がることによって、得点ってどんなものがあるのかっていうと、まあ、簡単に例を挙げると、例えば特典のクーポンというのが LINEPE 毎月配布されるんですが、レギュラーであれば1枚だけなんですけども、シルバーであれば3枚、ゴールドであれば6枚、そしてプラチナであれば10枚もらうことができます。まあね、最初サービスが始まった当初であれば結構ね、魅力的なクーポンが多かったんですけども、けどまあクーポンも使い方によっては結構お得なクーポンもあるので、使い方によってはかなりお得です。 で、僕最近ですね、ちょっと大きなお買い物をしまして、まぁ、あ、l i n e ペイを使ってビッグカメラ .com で決済をしてきました。で、商品の価格が合計で325,660円ということで、その時にビッグカメラのクーポンというのがあったので、l i n e ペイのクーポン5%オフのクーポンを使って、16,283円の割引を聞くことができました。 結構この5%オフってでかいんですよね。で、実際に払った金額が30万9377円ということで、で、それに加えて僕は LINE のポイントクラブに関しては、プラチナランクになるので、チャージペイを使ったら3%還元ということで、LINE ポイントの還元が9281ポイント分がもらうことができたということなんですよね。なので、まあ、実質支払ったのが30万円ぐらいになるかなという感じで、本当にこの5%オフ オフプラス3%還元って結構威力はすごいなというふうにも思いましたけどこんなに高額な決済をしたのは初めてだったのでめちゃくちゃドキドキしました。 そして税込700円以上のもう一つの例なんですけども、もう感の鋭い方はすでに気づかれてるかと思います。そうですね。もう世界のバナナチップスチョコですね。まあこちらはもう常に僕が動画で押してる、もうセブンイレブンのキャンペーンがある絶対出す、まあゴリゴリ押してるお菓子なんですけども。まあこちらの商品ですね。税込1袋149円で、まあ若干お菓子にすると高い方には入るんですけども、 こちらを5袋購入したら、745円ということになりますので、これで、まあちょっとね、45円オーバーするとこではあるんですけども、もうバナナ好き、そしてチョコが好きという方であれば、絶対に食べれば、あの、ハマることは間違いなしと僕は思ってるので、まあぜひね、あの、そろそろ食べたいなって気持ちはあると思うんですけども、ぜひ、この機会にトライしてみてください。で、最後になんですけども、まだね、D 払い今回初めての方が30%還元ということだったんですが、もしまだ D 払い始められてない方いらっしゃいましたら、 今この D 払いを始めると最大で2000円分の D ポイントをもらえるキャンペーンっていうのを開催中でございます結構こちらも長いキャンペーンですねで初めての方限定キャンペーンということなんですけどもまず街のお店で初めて利用したら1000円分をもらうことができまして一応条件はあります で、ネットのお店で初めて利用した場合は1000円分の D ポイントをもらうことができます。もちろんこちらも条件があります。で、2つを合わせたら最大で2000円分まで D ポイントをもらうことができます。こちらも期間用途限定ということになりますので、まだ D 払いを始められてない方がいらっしゃいましたら、これを機にね、参加するのも全然ありだと思います。まあ、そんなこんなで今回はセブンイレブン限定最大30%還元キャンペーンについてお伝えをさせていただきました。いや、ほんとね、ここ数日前まではなんか本当に コンビニのキャンペーンが D 払いで開催されてたりとか D 払いあとお買い物ラリーもあるのでまあ、結構僕も参加してはいるんですけどもまあ、そろそろ静まるかなと思った瞬間にまた出てくるんかいと思ってね本当に嬉しい悲鳴だなという風にも思いましたで一応ですね今回のキャンペーンのリンクまあキャンペーンはこの動画を上げている次の日からになりますのでまずはエントリーを行うとそしてまだ D 払いのインストールがまだの方いらっしゃいましたらこちらも下の概要欄にリンク貼ってますんで詳細気になる方はぜひチェックしてみてくださいと ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。